治らないままずっと来てる。まあ、でもあの奇跡的にあの本当はそのずっと悪化していく病気なんですけど、うん、奇跡的に良くなっていってまして、うん、で病院先生に、まあ、理由を聞いたんですけど、はい、まあ、理由がちょっとわからないと、うん、で僕自身はちょっと夢っていうテーマでずっといろいろ活動してきてるので、うん、まあ、仕事も、まあ、車屋さんもそうですしラーメン屋さんもそうですし、うん、だからちょっとこう目指すものとか、うん、自分がこうやっていきたいなって思うものが強く持てば、うん、まあ、病は気からっていうじゃないですか、うん、だからそういう部分で良くなってきてるんじゃないかっていうのは先生が言ってます、うん、いやこれ先生がそれを言ってるんですか。先生が医学の、でも医学的根拠はないわけですね。根拠はないですけど、はい、まあ、それしかわからない、気持ちやと、そうです、いうのを先生が言ってるんですか。じゃないと考えにくい、考えられないと。いやでも意外とお医者さんそういう方多いんちゃいます、うん、そうですよね、ああ最近でしょそういう方出てきたんです、うん、なんかね結構聞くもん、うん、結構確かにもう医者お医者さん言ったら、うん、そういう精神論よりも、うん、本当にもう西洋医者さんはもう薬ですそうそうそう、まあ、何々ですよね。あ、そうやっぱ夢って大事なんですか。やっぱ僕夢があるからこうなんかこう目指すものがあるんで、うん、やっぱりこうなんかやる気があるとか、うん、やる気が出てきたりとか、やっぱり仲間とつながっていきたりとか、うん、やっぱりいろんなものが生まれるんじゃないかなと思ってますね。それどういう風な夢を例えば、掴む方法とか、なんか具体的にどういうことをされました。ね、夢、僕ね今までずっと掲げてきた夢っていうのは全部叶ってるんですよ。おすごい。もともとその中学校の時に、掲げてたのはバスケット選手だったんですけど、うん、バスケット選手はやっぱスポーツなんでちょっとダメだったんですけど、うんうん、でもその次に掲げたのが料理人だったんですよ。で料理人は中学校の時掲げて、まあ、去年9月にラーメン屋さんオープンさせてもらったんで、うんうん、そうや、何ちゅうラーメン屋さんでしたっけ、お名前くるみ、麺道くるみって言って、麺道、あ、麺はあの麺ですかね、麺道の麺ですね、道の、夢が来るってくるみです。ああ、はい、それいいですね、くるみって書いてくるみ割り人形のくるみかな、ひらがなカドマですね。カドマです。カドマ、どの辺ですか。新宿さん沿いの試験場のとこですね。うん、ああ、わかるわかる。はい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 。また用意させてもらいます。用意させてもらいます。あ、ごめんなさい。料理人の夢を。はい、叶いました。料理人に次、中学卒業して、すぐ料理人になろうと思って、うん、料理学校に行って、卒業して、実はフランス料理やってたんですよ。6年間。でもやっぱりこう右足が悪いので、もう立ち仕事がもう入院退院を繰り返していて、でも諦めざるを得なかったんですよ、うんうん、もう立ち仕事ができなかったので、はいはい、でそれで一度諦めたんですけど、もう一度去年そのオープンさせてもらって、うん、でその諦めた時に、うん、次仕事何やろうかと思った時に、自分自身は車をいじったりするのが好きだったんで、はいはいはい、じゃあ21歳の時なんですけど、21歳の時に車屋の社長になろうと思って、うん、そこから6年間修行行って27で独立したんですよ。それが今の会社ですね。はあ、車屋もね、うん、中古車屋も、うん、そら時代によったらええ時もあれば悪い時もあるじゃないですか。まあ、あるでしょ。で中古車っていう分野も難しい分野じゃないですか、うん、そういう中でやっぱり勝ち残っていくのにやっぱりそう意識されてることってなんかやっぱある。ね、もう一つなんですけど、うん、目の前のお客様とか目の前の人を大切にする、うん、もうそれだけです、ね。じゃあもうなんか10年先の大きなとかじゃなしにも毎日日々、一応ビジョンはあるんですけど、はい、もちろんね、でもあのこう来ていただいたお客様とか、まあ、出会ったお客様と、うん、だから出会った方と、まあ、真剣に向き合おうと、うん、でその人に対して僕たちが何ができるのかとか、例えばこう握手であったりとか、うん、まあ、挨拶であったりとかっていう部分で、うん、何かこうこっち側から発信できるものがあるんじゃないかっていうのを常にスタッフとみんなで考えつつやってますね、うん、リピーター多いんですか。やっぱりリピーターは売り上げの8割が、おお、それすごいんじゃない。なんや朝からその辛気臭い顔は嫁さん